d i ップ40パッケージの W65C816S マイコン正方形の LCC プロセッサーもある W65816 はアメリカウェイスタンデザインセンターの16ビット CPU で MOS テクノロジーの6502の後継にあたる CPU である65816の65は6502 と互換性があることから来ており、816は8ビットモードと16ビットモードの両方で動作することを意味している。6502に対してメモリ空間が6 4イト2 5 6バンクにアキュムレータ、インデックスレジスタ及びスタックポインタが16ビットに拡張された。エミュレーションモードでは6502の動作をエミュレートすることができる。 1980年代中頃から1990年代初頭にかけて GTE と産業を含む4社が65,816をセカンドソースで供給していた。2006年現在でもまだ WDC から販売されており、またウィンボンドの教育用 TB の IC である W55VQX シリーズのような一部のシステムでは IP コアとして アーキテクチャが実装されている WDC の創設者であり CEO のビルメンシュによってプロセッサの大半が設計された彼は1982年にアップルコンピュータの顧問を務めた後でチップの開発を始めた彼の仕事を援助した唯一の人間はレイアウトを担当した彼の妹のキャサリンだけだった1984年3月にアップルとアタリエサンプルを送付し チップの開発は完了した。ルネサスエレクトロニクスのマイクロコンピュータ7700シリーズは65816と共通した設計だが完全な互換性はない。ホームリストは6 5 c 8 1 6 s の主な機能である。W65802 は6502と完全にピン互換の 65816CPU である。 65,800には1980年代中から後期から1990年代初頭にかけて WDC と GTE で量産された。このチップは8ビットの8,502、6 5 c 0に、から新しい16ビットの65,812へのアップグレードパスとして設計された。65,800には6 5 0 2 6 5 c 0に、 のような16ビットのアドレスバスがあり、65816の24ビットのアドレスバスより削減された。バンク選択レジスタ等の65816のすべてのレジスタは 65802CPU のコアに残っており、これらは単に動作時に作用しない。ハードウェアメーカーがプロジェクトを1から設計する場合は、よりパワフルな65816が、 一般的に使われた6502互換ということで、Apple 2 g s の CPU として採用されている。同様に、ファミリーコンピュータの CPU である6502の上位互換であることから、スーパーファミコンにも搭載された。一部のスーパーファミコン用ゲームソフトは65816上位互換の Nintendo SA-1 を搭載していた。ありがとうございます。